タロ散歩チャンネル。次は1なので小樽に行きたいと思います。ご乗車ありがとうございました。渡る運動です。お忘れ物なさいませんよう、確かめないようにください。お乗り換えのご案内をいたします。普通列車、両手方面、光で地域をご利用のお客様は、都内側、常磐の今に停車しております列車をご利用ください。15時51分の出発です。そう、ミッションがなければこのまま飛び乗るっていうこともできるんですけどね、夜市に行くことになれば。ただね、そう。1回に小樽運河行かなくちゃいけないんで、こいつはね確実に見逃すことになってしまうんですよ。こんな感じです。小樽、せっかくなので小樽運河で動画を撮ろうということで、ちょっとね小樽運河まで行って、おー、びっくりした。これが出発するみたいです。千歳行き。まあということで、じゃあちょっと小樽運河に行ってきましょう。すごいですもん、バスの数が。バス、さすが中央バスの天下と言いたいところですけども、高速バスではね、そう、札幌小樽で JR 北海道バスも共同運行してるんですよ。ただそれ以外は全部、あ、ここも JR 北海道バスだ。これも回送になってますけどね。そしてね、この駅前のいいところはね、まっすぐ行くと海なんですよね。こんな感じでどうですか、このオーシャンビュー。でこれから我々が行くのはあの辺の小樽運河のところに行きたいと思います。小樽港まで 0.7 キロ、 700メートル、運河まで 0.6、 600メートルということで意外と近いんですよね。だからものの 5,6 分歩けば、まあ、到着するという感じです。あったかいですね。北陸銀行のところの温度計が12度。まあということで小樽運河やってまいりました。小樽運河の動画を撮ってくれということなんで、まあ、これでまあミッションクリアなんですけどね。この渡し船というかゴンドラというか、この船もなんか今年は運転というか、あの営業をね開始してますね。あ、こんなところに銅像がありますよ。鳥の皆さんもここにいらっしゃいます。
お兄ちゃんと妹ってところですかね。響き鈴木五郎さんが1987年に作ったそうです。でですね、今度なんですけれども、今ね大体4時10分ぐらいなんですが、札幌駅方面に行くとすれば、4時33分あと20分、そして、余市方面に行くとすれば、4時52分であと40分あるという感じで、若干ちょっと時間に余裕があるので、まあ、そこの、ね、坂のてっぺんが小樽駅ですから、とりあえずそうちょっとここで軽くなんか食事でも食べながらゆっくり小樽駅まで行こうかなと思います。あ、見てくださいよ、こちらにウミネコの皆さんがたむろしておりますよ。いやー、ゴールデンウィークね、密を避けてきたのはいいんだけれども、結局密になってしまいましたみたいな、こんな感じで皆さんこうずっとぷかぷかと浮かんでいらっしゃいますね。ここが有名な小樽運河、そんなに敵もいる感じではないし、我々もなんかここでゆっくりのんびりと気ままに暮らすことができていいですわねみたいな、そんなような会話が聞こえてきそうです。今日はなんかあまり得がないですね、私もね。こちらがね、運河プラザで、もともとなんだっけ、なんだかっていうあれなんですよ、倉庫なんですよ。で、そう、この特徴としてはですね、シャチホコのようなものがあるんですけれども、これシャチじゃなくて鮭なんですよね。鮭ホコなんですよ。もうザ北海道みたいな感じなんですけれども、こっちもね鮭なんですよ。これシャチじゃなくて鮭なんですよ、鮭ホコ。そしてこちらが消防犬の分校、なんだっけな、なんか昭和の初期ぐらいに活躍したなんか消防署のマスコットキャラ的ななんかだったような気がするんですけれども、そうですね、昭和の初め頃に活躍した分校の出勤回数はなんちゃらなんちゃらということで、昭和13年までと活躍していたみたいです。あ、ここには、ね、消防署のこのホースがねずっと飾ってありますけれども、まあ、ここもねソフトクリームとかねなんか休むところあるっちゃあるんですけれども、ただそう、まああと札幌方面であれば20分以内に出なくちゃいけないですから、あまりチンカラもしてられるというか、してられないんですよね。今日はね、ちょっと思ったよりね、小樽は人がいたなという感じです。ちょっとこれ作戦ミスだったかな。札幌はね、混むだろうなというのは予測立てたんですけれども。やっぱ観光ってダメですね、こういう時期は。覚えとこう。それからこれがね、第47銀行だったかな。47銀行の建物だったもの。そしてここが、もともと銀行だった建物なんですよ。なんて銀行だったかな。あ、そうそう、安田銀行だったところ。今なんか居酒屋かなんかになってるんですけどね。あ、というかね、居酒屋もね、看板がなくなってる。潰れちゃったんだ。あらま。すごい、ここツルハドラックがあるんですけれども、このツルハドラックが入ってるビルの名前が、ものの見事にツルハビルって書いてました。ツルハがビル持っとるわって感じですね。ビルのオーナーさんでした。まあということで、小樽駅ちょっと電柱が邪魔してますけれども、まあ、小樽駅にねなんか食べ物ちょこちょこ売ってるから、そこでなんか買って、それで次の目的地行きましょうかね。じゃあサイコロ振りたいと思います。次ね、6ばっかり出ますね。6が出ましたんで、じゃあ次はどこに行こうかな。まあ、これで余市だけはもうなくなったというふうに思っていただければと思います。小樽駅から6で行けるのが 1,2,3 札幌で3ですよね。で 4,5,6 で、札沼線方面であれば医療台に1回行って折り返して愛の里教育台、そして 1,2,3,4,5,6 で
さらに特コースであれば江別に行くか北広島に行くっていう感じです。で北広島だと岩見沢まで移動しろというふうに書いてあるんで、どうしようかな。好きな桜ポイントですよね。そう、これ好きな桜ポイント言ったら3つ目なんだよな。3つ目なんですけど、3つ目を取るか江別を取るかですよね。決めました。北広島行きます。北広島行ってそこから岩見沢に行くという形にしたいと思います。なんかね、列車が遅れてるみたい。ただいま、小樽急行小樽間におきまして臨時の線路点検を行っております。小樽急行小樽間では列車の運転ができない状況となっております。小樽急行小樽間におきまして列車の運転できない状況となっております。このため、札幌方面に向かう列車まあ、ちょっと、ね、今菊和さんと話し合って私次6が出たので北広島に行きたいんですけれども、特例で高速バスを使って札幌というのはどうかなと思って今ちょっと考えたんですよね。あ、で菊和さん側の方も点検終わるまで待ちますということだそうです。あ、そっか、どうしましょうかね。ちょっと、ちょっと聞いてみましょう。もう少し今回もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、いいねボタンぜひよろしくお願いいたします。 Twitter、Instagram、太郎の雑学カフェもやっていますのでぜひ登録してください。家庭教師の生徒さんも募集しています。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。ご視聴ありがとうございました。